原発が、まあ、格好つきだけど自然になるわけですよね。でそうすると自分はあたかもこのシステムの上に乗っかってるだけなのに、システムをコントロールできるかのように思い込む。それは日本の 100% 原発安全神話、100%、要するに核燃サイクル神話。